ゼロサム20周年。悪の花道を追いましょう。これまでのあらすじ。結婚式の最中、前世の記憶が蘇ったセレスティーヌ。この世界が前世でプレイした乙女ゲームの世界で、自分がヒロインをいじめ抜いた結果、ハゲデブ親父である宰相に嫁がされる悪役令嬢だということを思い出す。しかし前世で枯れ線だったセレスティーヌは一目で宰相に惹かれてしまい、自らの愛を伝えるべく宰相に尽くしゆくのであった。やがて宰相もセレスティーヌへの恋心を自覚し、お互いの心を確かめ合った二人は悪の花道を歩む。俺の父は冷酷無比で、女にだらしなく、見た目も醜い男だった。父のようになりたくないと、見た目も性格も全く違う人間になるべく努力をしたが、ある日、元婚約者の一言が痛烈に俺を刺した。呪われた血だもの。それが思わぬ事件の発端になったのだった。マルク、一大事よ。旦那様が浮気をしているようなのです。は？父が浮気？ありえないだろう。彼女の名はセレスティーヌ。父の再婚相手で俺の義母にあたる人だ。彼女は公爵令嬢で、もともとこの国の第一王子の婚約者だったが、王子の策略により年の離れた父と結婚させられた。父は宰相としての腕はいいが、見た目は悪いし女好き、加えて黒い噂は常に絶えない。そんな奴との結婚だ、死ぬほど辛いに違いない。そう思い最初は距離を置いていたのだが、だってあの旦那様ですのよ。少し太めですが、涼しげな頭はキュートでダンディ、誰よりもお優しく貫禄たっぷりで、魅力しか詰まってないパーフェクトな男性。そんな旦那様を他の女が放っておくはずはない。いつかこんな日が来ると思ってましたわ。正気か。父は彼女にとって理想そのものだったらしい。大好きですわ。さらに驚くのは、父にとっても彼女は特別な存在のようで。お野菜食べてね。あの父が人の言うことを聞いている。彼女と出会って少しは変わったと思っていたが、そう思うに至る根拠があるのか。人はそう簡単に変わらないということか。先日の夜会で浮気相手と思われる人に言われたの。私の大切なあの方を返してください。私の大切なあの方を返してくださいと。何が許せないって、その方の鼻のなさです。あんなの反則です。あんなに地味では、一緒にいて空気のように落ち着くではないですか。私はよく言えば華々しく、悪く言えば派手派手しいのです。これでは旦那様に癒しを与えられないわ。驚いたな。普段の彼女は自信に満ち溢れ、誰にも屈しない凛とした美しさがある人だ。それなのにこんなことで肩を震わすのか。行こう、セレスティーヌ、父のところへ。え？行って真相を問い詰めよう。もし本当に浮気なら、俺が責任を持って父に鉄槌を下す。それに母に心配事があっては、お腹の子にも触るだろう。ええ、そうね、マルク。こんな弱気な姿勢は私らしくなかったわ。この子のためにもしっかりしなくちゃね。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。
グッドボタン、コメントもよろしく頼む。